動物たちの可愛い映像をお届けするアニマルアニマルウィークリー。今回は徳山動物園にお邪魔しました。黒い体と長い尻尾が特徴のこちらの動物、ビントロングをご紹介します。ビントロングは匂いがですね、ポップコーンのような匂いがすると言われてまして、その匂いが一番特徴かなと思います。強くなったり弱くなったりというのはあるかとは思いますが、動物園なんかでも風向きによっては匂ってきたりとかもすると思います。ビントロングは東南アジアに生息する動物、ジャコウネコの仲間で臭腺を持っているためポップコーンのような匂いを発します。徳山動物園では現在2頭のビントロングを飼育しています。2頭の性格に違いはあるのでしょうか。ウダーラの方が体が大きいので当然なんですけども、とても食いしん坊で餌をねだってよくこう飼育員に寄ってきたりとかしてくれます。メスのひなたの方はもともとすごく人見知りが激しいところがあったんですけども、最近は飼育員なんかにもだいぶ慣れてきてくれてるんじゃないかなと思います。暖かい地域に生息するビントロングですが、今年の暑さは応えるようで、日中なんかは最近特に暑かったので、日陰でゆっくりしていることも多いんですけども、展示場内丸太を張り巡らせているので、それを登ったりしているところもよく見かけます。屋外の展示場にはミストを出して少し涼しくなるように、それからあそこが水飲みになってまして、そこに入ることが多いんですけど、それ以外にも水のたらいというか桶を用意してそこに入ったりもしてますね。最後に飼育員さんにお客さんに見てほしいポイントを聞きました。動きなんかもすごくこう可愛らしいというところもありますし、なかなかね餌を食べるところをすぐ見てもらえるタイミングっていうのが少ないかとは思うんですけど、その時なんかはすごく可愛く動いたりしてくれてるので、そういったところも見てほしいなと思います。